ファンマヌエル・ロペスは、プエルトリコのプロボクサー。元 WBO 世界スーパーバンタム級王者。元 WBO 世界フェザー級王者。世界二階級制覇王者。アマチュア時代には、プエルトリコ代表として2004年のアテネオリンピックに出場した。周囲の反対の中3人の子持ち女性と付き合い始める。女性は、マネージャーやトレーナーとしても関わり。 ロペスをサポート、子供を二人授かり2010年7月に結婚式を挙げる、しかしわずか7ヶ月後に離婚届を提出して関係が破綻した。10歳の頃からボクシングを始め、2000年から2004年までアマチュアの国内チャンピオンに君臨した。2001年、北アイルランドベルファストで開催された2001年世界ボクシング選手権大会に、 フライ級で出場するが1回戦で敗退する。2002年、エルサルバドルで開催された中央アメリカカリブ海競技大会にバンタム級で出場するが準決勝でアブネルマレスに敗退した。2003年、ドミニカ共和国サントドミンゴで開催されたパンアメリカン競技大会にバンタム級で出場、準々決勝でアブネルマレスに敗退した。 2004年、ギリシャアテネで開催されたアテネオリンピックにプエルトリコ代表としてバンタム級に出場するが1回戦で敗退した。アマチュア戦績は126勝24敗。2005年1月29日、プロに転校しデビュー戦を 1RKO で勝利。2006年9月30日、14戦目で空位の WBO ラテンアメリカスーパーバンタム級王座を ホセアロンソと争い、サンティコで勝利する。この王座は4度防衛。2008年6月7日、WBO 世界、スーパーバンタム級王者ダニエル・ポンセデレオンを相手に、世界タイトル初挑戦。ここまで、無敗のロペスであったが、同じサウスポーのハードパンチャーで35戦34勝、35という戦績を誇るポンセデレオンの方が、戦前の評価は高かった。 試合は初回に、ロペスが、ポンセデレオンから2度のダウンを奪い TKO 勝ち。大きな番狂わせを起こした。2008年10月4日と12月6日に立て続けに、防衛戦を行い、いずれも 1RKO 勝ち。世界戦3連続 1RKO 勝ちとなった。2009年4月25日、プエルトリコのルーベン・ロドリゲス・コロシアムで、ジェリー・ペニャロサと3度目の防衛戦を行い、 QR 終了 TKO 勝利を収めた。2009年6月27日、アメリカのボードウォークホールで、オリビエ・ロンチに QR 終了 TKO 勝利を収めて4度目の防衛に成功した。2009年10月10日、ロジャース・ムタグワと対戦。最終12回には、立っているのがやっとなほどのダメージであったが、3から0の判定勝ちで5度目の防衛に成功した。 その後王座返上。2010年1月23日、WBO 世界フェザー級王者スティーブン・デュエバノに挑戦し、7回 TKO 価値を収め2階級制覇に成功した。2010年7月11日、地元、プエルトリコにてバーナベ・コンセプションと対戦し、初回からお互いにダウンを奪い合う展開となり、 続く2回で2度ダウンを奪ったところで、レフェリーストップ。TKO 勝ちで、初防衛に成功した。2010年11月6日、元 IBF 世界バンタム級王者で、元 WBC 世界、スーパーバンタム級王者のラファエル・マルケスと対戦し、マルケスが8回終了時に、右肩の異常を訴えたために8回終了 TKO 勝ちで2度目の防衛に成功した。 2011年4月16日、同級9位のルランド・サリドと対戦。最初の4ラウンドは練習するが5回に右フックをもらってダウンを起死した。なんとか立て直したロペスだったが8回に連打をもらってレフェリーストップがかかり試合終了。8回1分30秒逆転 TKO 負けで3度目の防衛に失敗、王座から陥落した。 なお試合後のジャッジのスコアはドローだった。2011年10月1日、WBO、ラテンアメリカフェザー級暫定王座決定戦で、マイク・オリバーと対戦し、2回 TKO 価値を収め、王座獲得。2012年3月10日、プエルトリコさん不安のロベルト・クレメンテ・コロシアムで、WBO 世界フェザー級王者、オルランド・サリドと再戦した。5回に、 右フックでさ、リドの両手がキャンバスにつくダウンを奪ったが、その後はサリドに猛反撃を受け、10回にコンビネーションでダウンを奪い返される。なんとか起き上がるも足元がふらつき、レフェリーストップがかかり10回32秒 TKO、負け。試合後、レフェリーを務めた地元のロベルト・ラミレスシニアに、ストップのタイミングをかけていて、サリドを助けたと言ってつかみかかり、 WBO から罰金2000ドルと1年間の出場停止処分と100時間の奉仕活動を課せられた。2013年2月2日、プエルトリコバヤモンのルーベン・ロドリゲス・コロシアムで、アルディミール・シルバ・サントスと128ポンド契約のノンタイトル戦を行い、9回1分4秒、TKO 勝ちで約11ヶ月不利の復帰戦を白星で飾った。2013年4月20日、 メキシコシティで、ビクトル・テラサス対、クリスチャン・ミハレスの前座で登場し、エウヘニオ・ロペスと対戦し、2回59秒で相手を、マットに沈めた。2013年6月15日、ダラスのアメリカンエアラインズセンターで、ミゲル・アンヘル・ガルシアが保持する WBO、世界フェザー級王座に挑戦する予定だったが、前日計量で、ガルシアが2ポンドのオーバーの128ポンドを、 計測し再計量も拒否したため、体重超過で王座を剥奪され、ロペスが勝った場合にだけ王座を獲得する変則のタイトルマッチとして行われた。試合は計量失格となったガルシアに2回と4回にダウンを奪われ2度目のダウンで、ロペスが失神したためレフェリーストップ。4回1分43秒 TKO 負けを喫し、王座帰り先に失敗、王座は空位となった。 2014年3月15日、バヤモンのルーベン・ロドリゲス・コロシアムにて、ダニー・ガルシア VS、マウリシオ・ヘレーラの前座で、WBO ・インターナショナル・スーパー・フェザー級王座、決定戦を、ダニエル・ポンセデレオンと言った。初回に、左フックで、先制のダウンを奪われるも、2回には、左フックでダウンを奪い返す、続けて、右フックで痛烈なダウンを奪い最後は、連打をまとめると、 リフェリーが試合をストップ。2回2分44秒 TKO 勝ちで、スーパーフェザー級での初戦を勝利で飾った。ロペスはこの試合から、オスカー・デラ・ホーヤのゴールデン・ボーイ・プロモーションズに所属になった。2014年7月12日、MGM グランドマーデンアリーナで、サウル・アルバレス VS エリス・ランディアララの前座で、WBO 世界、スーパーフェザー級2位で、ナブフ。 北米スーパーフェザー級王者フランシスコ・バルガスと対戦するが3回に打ち合いの中で被弾しフラフラになりながらもなんとかこのラウンドをしのぐがインターバル中にセコンドが危険を申し出て3回終了 TKO 負けを喫し WBO インターナショナル王座の初防衛とナブフ、王座獲得に失敗した2014年9月11日ハードロックホテルカジノナイザジョイントで WBA 世界フェザー級暫定王者のヘスツクエジャルと対戦するが、クエジャルの圧力に圧倒されて最後は、フックレンダでロッペスは頭から沈み失神。2回1分36秒小負けを喫シフェザー級に連敗となった。この試合を最後に引退した。2015年10月31日、妻を暴行したとして、家庭内暴力容疑で逮捕された。妻とは別居中で不仲だった。 2016年10月29日、引退を撤回して、約2年ぶりの試合を、ロベルト・クレメンテ・コロシアムで、ウィリフレド・バスケス・ジュニアとスーパー・フェザー級契約12回戦を行い、11回2分29秒 TKO 勝ちを収めた。試合後、リング内に乱入してきた、バスケス陣営と拳を交える、後味の悪いものとなった。2018年3月3日、 1> 約1年4ヶ月ぶりの試合をジェイソン・ベレスと対戦し、12回 TKO 負けを喫した。ありがとうございます。